チャンネル、今回の V チャンネルは、オープンラックサーバーの、2U タイプに、搭載ができる、極小クーラーの限界に、挑戦したいと思います。クーラーの説明をお願いします。はい、今回ご紹介するクーラーはサーマルライト社の AXP-100R という、クーラーです。こちらのクーラーは、小型で、8センチ未満ですので 2U に搭載が可能です。で、今回私が着目したのはこちらのファンです。こちらのファンはなんと最大の回転数が、2500回転叩き出せます。この、すごい風圧と、こちらのアルミニウム製の、ヒートシンクとこちらサーマルグリズリーの高性能オーバークロック用グリス、この2つを、合わせることによって今回、i7-5820K-TDP140W を冷却できるのかどうかチャレンジしてみたいと思います。はい、完成。ではい、CPU ファン OK です。先ほど、ご紹介した、クーラーを、本体に組み込み、今現在、OCCT による、100% の、ストレステスト中です。で、再度確認しますけれども、マザーから、クーラーで、合計8センチ以下、7センチですので、2U が8センチですので、1センチ約隙間が、空いているという、単純な、見込みですけれども、それほどの小型クーラーです。で、今現在、こちらのクーラーは、BIOS の設定により、このファンの回転率を 100% で回っております。で、実際問題、近くに私はいますけれども、音も非常に小さいです。で、ですね、注目してほしいのが、こちらです。モニターの方、今現在、OCCT を使い、42分、約1時間、ストレスツールで、負荷を最大限マックスまでかけております。オープンハードウェアモニターで、最高温度が CPU の最高温度が54度です。で、一番注目してほしいのが動作クロックです。動作クロックが3299MHz、 ターボブーストが働かない、一番下の、マックスの動作クロックで安全に、平行で動いております。つまりこれは何が言いたいかと言いますと、インテル社の CPU にはインテル、サーマルモニタリングテクノロジーというものがありまして、こちらの機能は、CPU の内部の温度を CPU 自身が判別し、安全に動く動作を、決めて動作をするというものです。これは何であるかというと安全装置です。こちらの機能は、温度が高すぎると熱暴走やブラックアウトする原因になってしまうので、それを防ぐためにこちらの機能が自動的に働きます。つまり温度が低く安定していると常に最高の動作クロックで動作ができるというものです。こちらは基本的にブラックアウトや熱暴走を防ぐ機能ですので、安全装置で必要なんですけれども、こちらが働いてしまうと動作クロックが下がって逆に演算速度が遅くなるという、デメリットもあるのです。しかし今回この強力な冷却性能を生かしたマシンですので、常にマックスの状態で演算を行うことに成功しました。これは、今回使用したクーラーと、サーマルグリズリー社のグリスの相性が非常にいいということもあり、TDP140W の、高性能 CPU の、冷却、しかも 2U タイプの小型クーラーではトップクラスな冷却性能だと言えるでしょう。以上です。